2000年の日本ハムファイターズでは、2000年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。この年の日本ハムファイターズは、大島康則監督の1年目のシーズンである。上田理事前監督の優退を受けて、球団 OB の大島康則が1994年の引退以来、6年ぶりに監督として、ユニフォームに袖を通した。 大島監督の1年目は中日で共に戦った星野千一監督の背番号77にあやかるべく、自らも監督就任時に77をつけるなど、恩師の水原茂同様厳しさの中に、温かさを持たせる野球を展開。チームも田中幸男、小笠原道博、片岡敦、ナイジェル・ウィルソン、シャーマン・オバンドーのスケットコンビと1998年からの、 ビッグバン打線が健在だった。投手陣では、エースの岩本勤や金村明や関根博之が、ローテーションを守ったものの、それぞれ防御率が3点台後半から4点台で、打線の援護に助けられて勝つ試合が多かった。ビッグバン打線は、リーグ1位の177本塁打を放ち、また107盗塁もリーグ1位だった。 投手陣はチーム防御率が4.70とリーグ5位だったものの26関東はリーグ1位だった。最終的に優勝の大英や西部に次ぐ3位につけ、大英には12勝15敗、西部には13勝14敗と検討し、大島監督の1年目は順調な滑り出しとなった。網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。